ネットフリックスなどで配信中、フジテレビで放送中の、テラスハウス、ボーイズ&ガールズ、インザシティ、に、3月に行われた、女子高生ミスコン、でグランプリに輝いた、永井理子、18、が入居者メンバーとして出演することが、9日、発表された。通信制高校4年生、リコピンと呼ばれる永井にとって、オーディションを通過した今回が芸能生活をする上で、初レギュラーとなる。ネット配信では5月上旬頃、地上波では6月下旬に放送予定のエピソードから登場予定だ。この日、ガールズアワード2016、スプリングサマー、で行われた取材に登場し、テラスハウスのスタジオメンバーの山里亮太と初対面。山里は永井のことがわからず、記事のタイトルを教えてください。まずこの子を知らない、と戸惑っていたが、入居を知らされると、コンテストのグランプリであることを思い出し、あの子?と驚いていた。原則、テラスハウスは、スタジオメンバーと入居メンバーが、直接会うことは禁止されている。山里は入居メンバーの生活を VTR で見ながら、厳しいツッコミを入れるのが恒例となっており、会っちゃいけないのよ。鈍くなるから、と戸惑うばかり。山里に、意外と背が高くていいな、と、早くも社交辞令を使うテクニックも披露した永井は、初めての状況でのテラスハウスなので、不安が大きいです、と初々しい一面も、保護者のような顔になってしまった山里は、こんな可愛らしい子がテラスハウスに入っちゃうのって、どうなるんだろうって不安、と心配しつつ、頑張って、最後だからね。これからは敵としてだからね。と宣戦布告していた。永井は、まだ、入居から、10日間ぐらいしか経ってなくて、慣れてないんですけど、東京にも信頼できる人を作れるように、楽しく過ごせたらいいなと思います。と抱負を語った。